毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな父ちゃんそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の殻から食いつけば、それは小さな釣り針があった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ、少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそうに食べたのさ。Once more。毎日毎日僕ら鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな父ちゃんそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。庭エビでも食わなけりゃ、塩水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが、僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそうに食べたのさ。はい、こんばんは。今夜はね、泳げたい焼きくんを歌いましたね。2018年8月の5日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、はい、こんな風に配信してます。はい、こんばんはね。はい、大丈夫ですか。あ、よかったかね。はい、今日どうもこんにちは。どうも、あ、前泉さんどうもね。うん、暑いから帰ってたね、あとね。大いい感じになってたね。はい、どうもね、こんにちはね。今日はね、丹沢行ってきたけどね、ちょっとね、まあ途中からね、ちょっと朝遅かったからね、うん、寝坊しちゃったんでね、山頂まで行かずに途中で帰ってきたけど、まあよかったね。うん、また今度はね、早起きして遠野岳行きたいと思いますね。うん。はい。すいません、今日は日曜日、8月14日、5日間もね、はい、もうだね。ああ、もう、あら、早いやな。でも、もう明日6日だもんね。もうだ、6日は、あれだよな。
原爆の日だからね。もう原爆の日って言うともう、夏もさ、メインっぽくてさ、もうそろそろだなって感じだね。早いな。ね。8、9、10、10、10、もう5ヶ月切ってるからな、今年もね。はい。泳げて早きくんの次はこの歌行こう。だいたいどうもね。じゃ泳げて早きくんの次はこの歌行こうか。次はこの歌行こう。はい。どうもね。はぁ、あ。来週はね、丹沢だけじゃなくて、奥多摩に天白ね。天白に行きたいと思います。行きに行きたいから大変だよな、ほんと。早起きしねえとな、なかなかじっくり歩けないもんね。天白だったらね、山の中歩き回って、どうせ天白だからね、その線は楽なんだよね。来週は天白だからね。じゃあ次はこの歌。ふれあいを行こうか、中村雅俊さんのふれあいを。悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。こんな時、そばにいて、肩を抱いてほしいと。慰めも涙もいらないさ、ぬくもりが欲しいだけ。人は皆一人では生きてゆけないものだから。虚しさに悩む人は、あの人を誘いたい。一言も語らずに、同じ歌を歌おうと、何気ない心の触れ合いが、幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、何気ない心の触れ合いが幸せを連れてくる。人は皆一人では生きてゆけないものだから、生きてゆけないものだから。はい、これはフライね。どうも、中村さん、どうも。で、だから一泊はすると、もう一泊か二泊かな、そんな感じね、来週はね。こんにちはね。中村さん、どうもね。今夜はね、泳ぎたいやきくんなど次はね、ふれあいを歌いましたね。いつもさりげなくやってますよ。こんな風にね。おー、いい感じだね。どうもありがとうね。おー、やっぱ、パソコンの方が音声はでかいでしょ。こっちの方がいいね、やっぱり。ツールとか、ツールとね、今度、奥多摩はね、雲取るにはね、テント場では、ツールと持ってって、やろうと思ってます。はい、こんばんは。ツールとの方がかさばらないからな。あれ持ってって。まあ、テント泊ね。ツエルトのテントかってことで、テント泊。楽しみだな。来週は連休だからね。一泊二泊してくるよ。山小屋のテント場で。楽しみだな。あ、どうも。こんにちはね。どうもあげ、お、大丈夫かな、下がってかな、温泉で。お、じゃあ、今日の一杯行こうかな。あ、今日はさ、あれ。毎回来てるやつ、今日吉野家って言ってたんだ、あれ。野球団の暇に、吉野家。間が気になって。吉野家安いね、あそこね。そう。吉野家ちょっと飲んでる吉野家で。この間吉野家入ったらさ、ホッピーがね、今吉野家ってホッピー。それも値段安いんだ、ホッピー。吉野家ホッピー。5泊はそんな余裕ないですね。ホッピーセットで。あれ、ホッピー中で200円で、外で200円で。セットで400円ですよ。中でもう一杯、中上級で600円。すごい安いからね。今日吉野家で飲んできたけどさ、つまみやカルビ焼きそばで税込み880円だった。
これかな。教養しないってきました。こんな感じ。ねえ。ほぼ中上州2杯で、ホップ2杯で、カルビ焼きそばで、880円だね、全部で。すね、ほんと寝転がったこれね。吉野家のこのホップでね、ほんと安いと思った。普通の居酒屋でもね、中上州2杯飲んで、ホップ1本で、1000円かかるんだけどね、これ880円だもんな。安かったよな。よかった。さて、もう一回今日はね、また行こうかな、こういうのいっぱい。束縛はしないよ、大丈夫よ。じゃあ今夜の一杯飲もうかな。じゃあ、ね、冷たいの飲もうか。じゃあちょっと待ってくんね。はい、今夜も練習、昨日練習。はい、練習。同じに。匠台だ。これ行きます。これね。つまみはさ、カツオの、生カツオ。カツオの刺身で。カツオの刺身で。カツオの刺身で、こんなですね。カツオの刺身と。カツオの刺身、いいかな。その刺身と日本酒、冷酒。これ行こう、今夜も日本酒は一杯だけにしとこうかな。で、醤油つけて、カツオの刺身行こうか。カツオの刺身。カツオの刺身、あ、いいね。カツオちゃんだよ。生カツオ。もう。ほら。ああ、こんな感じ。うまいじゃん、カツオは。どうもね。ヨークマートで買ってきたから。今日は食べないよ。ご飯は今日お酒飲んでて、ご飯はね、日本酒で。ああ、うまい。カツオちゃん、生カツオです。生カツオ。うまい。本当カツオは手頃な刺身だな、カツオは。
朝早くないと間に合わないな。もう帰んなきゃよかったね。やっぱりやつに帰んないで、朝からしゃべって待ち合わせてる山頂まで行ったんだよな。どうしてもね、始発乗ったって、ね、6時だもんね、電車。こっちは毎日58分だから始発。やっぱね、山行くときは向こう側じゃないだろうからね。都心見てるだけで雪がかかっちゃうから。今日は暑かったな、このな。カンカン照りで。ああ、でも山はやっぱ涼しい。今日は本当に3分の1ぐらいだったけど、それでも結構涼しかったもんな、中はね。やっぱ夏は山がいいね、やっぱね。うん。山まで行かなくて、それは平野部とかだったら涼しい。まあね、山がいいや、涼しくって。奥多摩なんか最高だよな。10度ぐらいですよ、この平野部。夏場な、暑いときは山小屋のテント場で少し寝られる。いや。まあ、どうかどうぞ。ああ。ああいうね。でも安いと思うよ、ホップの値段でも。普通の居酒屋でホップ食べるともうちょっとすると思うんだよ。あれ、安いも入れた値段だもん。全部見る。焼きそばでホップ入れ、あれ、中条件に入る。1000円しないんだもん。だから少しずつ、でも少しずつで形状が分かってできてきたよね。強火と使いようになったら。ガスバーナー使って、ガスバーナーを持っていけばいいんだ。たまに。今度どうしようかな。奥多摩が一泊してされて、次の日、山頂経由で三条の湯行って、それでお祭りのお祈りもいいですね。いろいろあるからな。雲取山を中心にね、いろいろ考えて。来週も多分天気はいいと思うんだよ、来週も。あれ、台風はさ、その休み、週末じゃないからね、週末前にはもう通る感じだからね、台風。だから、この一週月曜から水木の間みたいなのも台風だ。週末は結構もう行っちゃうわけみたいな。どうも、今日カツオの刺身よ。バーベキューっていうか、僕の、まあ、焚き火調理だよね。僕の場合はビーロックにオーケーライトで火を起こして、その上にダイソーのステーキプレートって言って、それが一番僕のね、今、それ多分、横沢鉄板っていう業者が頑張ってるみたいに、今、YouTube 見てるとさ、すごいね、あれね。アウトドア系の人が横沢鉄板をすごいバンバンアップしてる。僕はあんまり使えないと思わない、あれ。本格的な鉄板でさ、肉が美味しいんだろうけどさ。でもあれ、ただの人だからね、油とか全部 こぼれちゃう、あれ。吹きがないからさ、あんま使えないと思わない。値段も高いしね、全然。3000円するもんなるね、横沢鉄板。僕は、ビロックで、ステーキプレートで十分満足だよ。300円ぐらいかな、あれ、ダイソーの、芋物のプレート。あれで、燃料が置かないと。この組が、今んところ僕最高だと思うよ。ビロックで燃料が置かないと。おかたんじゃないよ。ピンチョータの。おかピンチョータの、置かないとね。おかくず固めるだけですね。うん。で、燃料にして、焚き火して、その熱で、
そのプレートで焼き肉やったり、大物だったり。あれが一番いいやな。300円だったかな、あれ。一番長い、楕円形のでかいやつでね、ぜひプレート。あれ、ちょうどいい、安くてさ。横沢鉄平はすごいアップしてるといいけどな、でも高い、僕はそこまでしていいやって感じ。巻きもね、僕普通のオガライドでいい。寝頃感考えたオガライドで十分だ。巻き高い。オガライドだったらさ、一つ積み15キロだよね。15キロ積みて。千何百円で買えるか。でもそれ1個買っちゃえばさ、あれ、結構使えるからね。それ一つ15キロ積むの買っちゃえば。1000円とかで、結構使えるよ。1個あたりが多分ね、200円前後だと思うので、単純計算すると B6 で1回だけ。巻き200円で買えないもんな。だいたい5、4、5キロ入って5、600円でしょ。それ思えばやっぱ B6 を払えたらね、5、600円っていいな。2公演で使ったやつ、2公演とあれ持ってって。2公演って巻き買わなくてよかったらさ、家からおがらず持ってくる。もするし、1本か2本。あれ、普通こういうのは松が多いからさ、松ぼっくりはアンサーがあるから。別に、オガライトと素人松ぼっくりでいい感じに、ビロックのね、C を越せっからね。結局買っちゃった。でも、普通こういうの覚えたくますから。あれいいよ、普通こういう。この焼きあたり、千葉県内から行くんだったらね、値段、人気的にはね、群馬でその時より安いからね。まあ、ちょっとね、鉄道の便が悪いけどね。やっぱね、1号線の青堀駅っていうのは、やっぱ高崎線の新橋から、やっぱりすごいローカル。高崎線の本数少ない感じだからね。混んでいくときはね、帰りはね、歩いて、前まで歩いていこうと思うよね。普通こういうとき。一番さ、順番にバス乗ろうと思うけど、帰るときはね、歩こうとも1時間ぐらいだからね。いくらバスのところで時間全然合わないからさ、ちょうどいいと思う。そうしよう、帰りは。帰る日の朝、2公演行って、2公演の前からあれ、バス乗んないで、あったのが多分ないと思うんで、待つんだって歩いて、青堀駅まで行って、それで、そのコース行こうと思って。本当、あれ、本当、本当ですね。またでも2公演気に入って、でも2公演なんてはね、オールシーズンなんだよね。夏場だけなんだよね。あれね。予約まで使っていいんだけどね。オールシーズンなんだよね、あそこね。夏場だけなんで、3月、4月ぐらいから11月ぐらいか。そんなもん。じゃあもう2杯目行こうか。2杯目行きます。2公演。近くへんのにが手頃だよな。公園と青堀駅の間にイオンって結構大きいスーパー、ショッピングセンターもあるしね、なんか。それだいたい買えるし、最高でいい。というか、青堀駅はローカルだからね、青堀駅。あれだけど、高崎線の新町よりもローカルだから、青堀って。言っちゃかったけど。で、まあ、電車で行けるから、ね。もう、とにかく、ちょうど、スカイツリーの丸って15分ぐらいでし。で、やっぱね、やっぱ、田舎から、スカイツリーはやっぱり、あれ、湘南とかと比べるとね、田舎って感じで、やっぱ海の家の数全然違うもんね。湘南の片瀬の海岸とかだったら、海の家がずらっと並んでくるね。やっぱ普通のあたりなんかね、ほんと、ポツンとあるだけだから。いや、その辺がローカルだなと思ったな、あれ。海の家の数とかね。あ、そうじゃんね。三浦海岸とかさ、湘南の片瀬の海岸なんかさ、海の家なんかすごいもんにいっぱいあって。でも2日やっぱ国旗が、向こう側と違って、同じ東京湾沿いでも、その方はやっぱな、ローカルだよね。海の家、多分1
件か2件か少なかったね。でも、あれがあったからよかったけど。使いやすいよくね。都心の人はね、三浦海岸とかさ、あれ、湘南の湘南行くんだろうな、海水浴はね。だから向こう道だよ、向こう。海水浴だよ。いい思いか。そうで三浦半島の先端の反対側ね。あ、そう、勝負ヶ浜キャンプ場も行きたいね。行きたいとこいっぱいあるからな。大変だよ、僕。あれ。栃木県の日光近くの、修善寺湖畔の勝負ヶ浜キャンプ場もね。あそこもね、夏場だけなんだよ、あれ。あそこも行って。でも、あそこは電車気持ちかくから、あれ。普通公園の死じゃねえからね。ね、結構かっこいいキャンプ場。でも、そういう片道5000円かかんないだろうね。あれは日光の駅前っていうかな、日光駅があって、山の間の、山を過ぎた感じで、ライオンドっていうでかいスーパーから。あそこで買い物するとちょうどいいと思う。今、リオンドールっていうのかな、ちょっともライオンドって言ったんだよな、スーパーね。日光の。まだあるから、あそこね。リオンドールだって、スーパー。あそこで買い物して、駅前から遠バスで、そこに行けば、そう考え勝負かもしれない。でも、まあ、いつになるかわかんないけど。山小屋の天井も行きたいからね。あ、そうだ。角淵はまだ一回も行ってないんだな、ツエルトになって。この間、角淵行った時はさ、お母さん亡くなる頃で、なんだあれだ中国製にしたらいい、評判のいいメーカーがあるテントで。でしょ？ね、まあ、ツエルトは一回もないんで。一回ツエルトを持ってってやりたいな。ツエルトはコンパクトでいいよな。電車と徒歩だったらね。すげえか。こんな、二人くらい入れるのにでもね、ペラペラの中でね、まとまると袋こんなもんだから、そんなの。あ、そうだ、もう、さっきね、すぐに冷たいもん、あれ買ったよ、前が気になったの。ライプ洗いの、シングルの、あれなんだこれ。前から気になったって、これ買った。6000円台って前、悩んでたけど、これ買ったのかな。ライプ洗い、リパークツエルトソロってやつ。これ注文した。こういうやつ。ちょっと本当。こういうね。いいですね。これは本当山用に一個ね、置いとこ、見るとこで。カッパ代わりにいいかなと思ってね。買った。あれね。僕の持ってるライト洗いのそれより小さいが相当綺麗だって言ったんですよ。あれでもこんぐらいまでなるからね、あれ。僕のツーロングのツールドでもこんぐらいになるからね。あれだったらこんなもんだろう、ほんとに。ほんと手のひらサイズで。日帰りの参考山でもいいかもしれない。絵がはまんない。そういうね。そうなんだ。お盆休みはもう決めてんだよ、僕。僕も富士山の山小屋の伝統場でテント泊もって決めてるからもう。海は行かないよ、お盆休み。もう決めてんだからもう。富士山のテント場に行くんだぞって。夏の暑いし、やっぱ山小屋だよな。明け方なんかあって、25度ぐらいでしょ、平野部だったから。だから。15、6度だからね。寒がりからね、多分寒いと思うよ、明け方だったらね。これから日が出る時間帯ね。朝の5時、6時だったらね。うん、だから涼しくてちょうどいいんだよ。
まあでも、仕出しに出ちゃったらね、まあ、やっぱし、で、仕出しが当たれば熱いけど、そこそこ熱いけど、でも、あ、幕の中入っちゃうわね、それが入られるか。はい、当然だ。フライオン。仮に来年落札してもさ、雲取山荘と、あれ、三条の湯の小屋があるからね。雲取山の周りはね、今、現在4つあるからね、一番近いのは、秩父寄りの、内峰寄りの雲取山荘と、テントパーク。で、次が今、もう来年3月以降に終わる、奥多摩のテントパーク。で、次が七つ石の方の七つ石小屋。あそこって、まあ小さいけど出てる。で、三条の三条小屋。で、あそこ、標高で一番低いのが三条小屋で、ね、1100メートルぐらい。七つ石が1500ぐらい。奥多摩小屋が1800。で、雲取山荘が1900弱ぐらい。1800。全部一応全部テントバーして、全部テント泊してる一番。七つ石も奥多摩も、雲取山荘も三条小屋も全部テント泊でやってます。一番多いのは、一番景色がいいんだ。まあトイレが一番いいとか一番汚いんだけどね。一番景色がいい。尾根沿いだからね。一応尾根沿いだからさ。こんな僕のこの、今の、Facebook もあるちょうど奥多摩小屋の、小屋の前のちょうど、からの景色ある、ね。あれはそれ、奥多摩小屋の景色。Facebook のバーナー。れはね、理解も気持ちがある。おお、の、来たんだって感じがするよ。もう、夜明けなんか最高だよ、あそこ。小屋の前からの富士山なんか一面見て、あの景色で最高。まあ一応、ずっと端っことはいえでも、都内だからね。都内であれだけの景色はね、ね、もっと景色がいいとこで行ったらさ、有名なのあれ。山と直力と私なんか有名になったさ、あれ、唐沢カールとかあるけど、あれはもう、ね、向こうだから、もっと全然都心から遠いからさ、正直考えたらね、奥多摩小屋の前からの景色最高だよね。都心からの。正直考えたら。唐沢カールはさ、上高下それなり都心からも離れてるからね。上高下行ってみたいと思うよ、唐沢カールの。でも、交通指導もいいか。また交通指導。実際しょうがないですよね。まあ、身の丈に合ったアウトドアだからさ。僕には奥多摩とか丹沢十分です。まだ一回もないけども。ほうぜ。ほうでも、かかるとは言ったら2000円台で行けると思うんだよ。2000、2000、2、3000円までは片道行けるんだよ。ほうぜもね、おで沼の周りにずっと、店頭とかあるからの、行ってみたいんだけど、まだ一回も行ってない。ほうぜは、ほうぜ全体がね、高原だからね、あれ。おで沼のあの辺一帯がね、高いからね、高いです。大勢は一回も行ってみたいけどね。 一回でも行ったとこいっぱい回んないんだよな。単体だってまだ遠野岳と山の塔しか登ったことないから。 大山とか鍋割とかないからな。遠野岳がメインになりそうだもん、これが遠野岳。都心からちょっと行ける、アウトドアできる。遠野岳ってなんやかんやで標高1500近くあるからさ、程よいんだよね、あれ。程よい。だから、仕出しを、まあ、実際し、あれ、昼間だと仕出しの影響は暑いけど、でもそれなくしても、結構そこそこ涼しいから、1500ってことはし、平野部よりも7、8度涼しいからね。そういうんだよね。村北、小屋があってね。小
今回じゃなかったらダメだね。今回あれ、2月にはね、ちゃんとね、なんだっけ。あれ。あそこ、登り口のところ。あえてみたらあったんだよね、レストラン。今なくなってた、どんぐりハウスって言ってさ、あれ。ただの中継だったもんね、今日言ったらね。最後にちょこっと配信したけど、あそこね。もう2月にね、三度と登るに。登るのに行ったんだけどね、あの頃はまだあの辺で飲食店入ってたんだ、あんのか。多分2月に行ったから、3月1日だろうな、多分。3月1日閉店したのかもしれないな、普通の、なんか冷房聞いたけどさ、普通のテーブル並んだ中継所になってた。多分売り上げ悪くて、お店なくなったんだろうな、そこね。どんぐりハウスとか。まあでも、どんぐりハウス、建物はさ、しっかりしてるからさ、冷房も完備してる。涼むだけの中継所にはいいのに。大倉のバス停の前のとこね。僕、初めて友達行ったときはさ、あの、独自ハウスの中に普通にちょっとした売店があったんだよ。あとはさ、普通にある飲食店っぽいやつ。普通のミックスできるようなんですよ。それなくなってて、本当に建物の中はテーブルと椅子だけの中継、滑るやつだね。あ、今日寂しくなったね。でも、あるだけでいいと思った。なんか、冷房効いてたしな。あれね。でも、210円で来ちゃうんですから、その、大倉の登り口まで210円。あれ、手がいいですよ。でも、大山はね、都心からだと伊勢崎駅なんだけど、あそこの方が多少来たんだよね。うん。うん。持ってるから。大山はやっぱり、大山の方が多分、登りやすい。まあ、僕は遠野岳メインで行きたいとか、たぶん、遠野岳。遠野岳、プラス周りの、鍋割りとかサンドとかね、そんな感じで行きたいね。こんにちは。うん。まあ、そんな、いくつか手出せない僕はね。いろいろね、まあ、YouTube とかだけで、実践するとか。前じゃねえ、それでいいんだ。いろんなもの手出したら回んないからね。生存確認だとして、おまたのこと思いながら、ね、最近ね、白瀬すずちゃんのおまたでよく検索してる。ねえ、おまたの感じだよね。かわいいね、あの子、白瀬すずちゃんの。あの子、僕の最近おなかでです。白瀬すずちゃん。かわいいな、なんかね。あの子、僕の半分ぐらいなんだよ、あの鈴木。ねえ、意外と若いな、女の子。かわいいな、鈴木。白瀬すずちゃんの思ったおねだめたりしたいなと思いながら、今夜はこういう風にます。かわいいよね、あの子ね。あの女の子ね。どうも。ゆなみれさん、どうも。今日早いそう、日曜日休みだからね、早めよ、うん。今日はカツオの刺身で、日本酒です。カツオの刺身、生ガツオ。だから今度普通のキャンプ行くときはビューロックを使うから、ね、何円くらいでビューロックはいいよ、本当に、ね、キャプテンスタックのかまどグリルがいいって言ってる人はさ、ビューロックがさ、あれ5000円くらいしちゃうからさ、あれと比べる値段が安いんでいいから、ね、ビューロックの良さはあれ4面か割れか、あれはでかいよ、ビューロック。かまどグリルは3面なんだよね。だから煙突とかも偉い。でも B ロックは5000円ぐらいするけどさ、でも、全部ね、覆ってくから。あれだけで煙突効果あるからね。だから炭火を起こす場合、僕はあんまりやらないけどさ、炭火を。炭火を使う場合も B ロックも最高なんだよね。あれだけで煙突効果そこそこあるから。かまどグリルはやっぱり、
やっぱり四方囲まれたさ、金属製のもんじゃないとね、そんなこと難しいや。3面しかないからね。だから人の焚き火だ、かまどで焚き火ね。うん。木くずとかで、ね、焚き火だったけども、炭起こしはあんた珍しいあれだから。値段が3000、まあ業者によっては3000円とか。安く、そうだ、安い業者だったらね、ビール6分の半値で買えちゃうからね。かまずグリル。ね。まあ値段だけでいいけどね。まあでも、まあ効率的とか、煙突効果のこと考えればね、ビール6分の方が断然いいからね。かまどグリルは3面しかないから追われてるの。かまあれキャプテンスタートかまどグリル、焚き火台として使うならいい。炭起こしはやっぱりね、あそこ、あの面が空いてるから、やりにくい。はい、書いたね。僕はビーロックね。ビーロックは、一応、一台一番最後ね、ちょっとね、ちょっともう、壊れちゃったから、もう、ちょっと、外れちゃって、だから二台目があって、二台目使って、その、それぞれこの焼き兄弟と巻き上げ一台ずつ使ってるのがあって、予備用に新品のビーロックが、もう、ビーロック一番行き過ぎてるから、うん、何回でビーロック最高。かっちゃんのアウトダウンもそうだから。ビーロック最高。何回やって。あのコンペクトさ、最高。まだオーガライズだけどね、オーガライズ入れて。あと、ダイソーの、ステーキプレ、ラージステーキプレート、でかいやつ、楕円形の。あれ、いい感じに乗っかるからね。ラージのステーキプレートではでかいからさ、ソロストーブとかさ、バーゴのヘキサゴンであれ、ちょっとでかすぎんだよね。ビーロックはちょうどいいんだよね、あれね。あれだとね、ちょうどいいんだよね。あの乗っけて、あれで、あれでいろいろ焼き物やったけど。あれ、ほんと。横沢結構高いから、買うのに高いから、無理して買うんだから。あれで4000円でも済むもんね、平日って。横沢結構いいかなと思うけど、でも高いからいいよね。無理して買うのあれ。横沢結構。本当ただの鉄板だからね、横沢鉄板。吹きがないからさ、油とかさ、周りだらだら落ちてるもんね。あんまり。だからジャパルっていうさんも、いや、だからジャパルさんも、あ、ジャパルっていう人、僕が登録してくるね、あの人、ね。ビール君ぴったりいいって言ってるね。でも僕そこまでしちゃっていい。ジャパルっていう人は、なんか、多分千葉県だと思うんだ、あの人。男の子2人やってる、アウトドア系の動画ね。で、それちょっと、最近見てた、その人。僕最近よく見るアウトドア、そのジャパルさんとか、あと、星野さんね。星野さん。この辺見てるね。うん。あと、1号さんね、1号さん。その辺見てます。僕見る安全なんで。あと、1号さんはさ、主に山小屋泊中心だから、その年中泊しなきゃいけない。つい大事だっけ。あれ。甲斐駒ヶ岳に行った動画アップされてね。あれも楽しみ。1号さんでもおかげで僕はね、奥多摩小屋を知ったからね、全国。モンベルの美術ツールとか、全部あの人の動画で。ツールズ博とかっていうのもね、僕はあの人の動画で知ったんだ。あ、そんなのがあるんだ。確かにツールズコンパクトがある。僕みたいに電車とかにやるにはね、ツールズ最高だよ。2人が余裕で入るようなテントギングだと、ツールズだったらさ、こんぐらいだからね、こんぐらい。まとまっちゃうから。コンポクトでいいわね。ウールとライトのね。あれ持って、今度の山小屋泊、あれ持ってに行こうと思います。
卵や。卵やね。ええー、なんで、新大茶ね。新大茶で、お茶の上から新大茶で、奥多摩へ。で、奥多摩から同じにバスで、鴨沢。そんなこと。だいたい片道2000円ぐらい。本当にね、2000円だろうね。2000円。だから、だから交通費だったらね、あれ、普通公園の方が安く行けちゃうんだ、あそこ。普通公園。普通公園片道1000何百円だからね、あれ。電車賃とバス入れても。往復3000円弱ぐらいだから、あそこ。普通公園の方が安いんだな。まあね、でもね、すごい冬をできればいいのにな、そこ。夏場だけなんだよ、そこ。あれがね。なんで普通なの、別に大雪降るわけじゃねえのになーって。まあ、県立公園とかもあるのかな、わかんない。あれね。1年間使えたらなと思って、普通公園ね。天候的には別に、普通でもね、冬場なんて別にもう極寒になるわけないもんな、そこ。三浦半島の向かい側だからさ、あれ。まあでもしょうがないね。まあいいや。ね、もう、マイカーライトの、あの、ね、少してたけどさ、実は今年は普通公園行ってみてよかった。普通公園。あそこの方がいいです。そこが活動があったんで。うん。あえて普通公園。そうなん。今日はね、11、12、13、14、15まで休む。16回も出てた。11、12、13はすごい奥多摩行ってると思う。奥多摩。11、12、13は多分奥多摩かな。奥多摩で山の中歩き回って疲れたらシコシコしてるかもしれないな。うん。奥多摩。はい、カツオの刺身を美味しくいただきました。まあ、じゃあこれでおしまい。早いな。あ、うまかった。あ、今日は朝から散々飲んで、まだ、10時半か。うん。あ、いい感じ。お待たせしました。散々だな。散々か、今度はちょっと寝坊しないで朝早くから散々行こう。朝早く行かないと、日帰りは難しい。うん、日帰りで行くんだったら、土曜日？うん。土曜日の午後昼ぐらいに行くんだって家出ればね。うん、あれ、奥多摩、大倉山の家のスポテンとかで一泊して次の日朝行くのって、そういうコースいいかもしれないね。うん、それでもいいんだ、あれ。遠野岳登るときね。大倉のあそこのどんぐりハウスと1時間か2時間足らず。大倉山の家のセントベックからさ、あそこで一泊して、次のチャスカー行く。もうあそこからでも山頂そこかんないからね。うん。で、降りてきて、下山し、そんな感じね。それもいいかもしれない。土日休みの時ね。あそこの大倉山の家は土日テントハウスしてるじゃないかな。大倉山の家。じゃあ最後に一杯行こうか。今日は日本酒おなじみ、匠大大です。おまたのこと考えながら、今夜もね、広瀬すずちゃんのおまたのこと考えながら乾杯。広瀬すずちゃんのおまたに乾杯。おい、あの子かわいいよ。静岡県出身の女の子ね、あの子ね。
家では貧しいみたいなのにお父さんが倒れちゃったからね。どうもね、大丈夫。もういい感じだ。はい、やっぱ、あ、まだ明日はまた仕事から来たのみたいね。二重生活だから大変なんだよね。二重生活だから。ただ帰ってみる仕事は、吐き気に終わったとしてもさ、間違いないのアパートでやることやってから帰ってるからさ、どうしてもね、そうやって。でもしょうがないね。この二重生活は、でもこれも続けられる限り続けていいかなと僕思うよ、うん。続けられる限り、この二重生活、うん。いわゆるダブルスタンダードだね。ダブルスタンダード。ね、住民証は荒川区にあります。ね。ね。一軒家の焼き場台にあって。でもその一軒家所有してる僕だからね。和彦さん名義なんで、ね。ダブルスタンダード、ダブルスタンダード。うん。でも、ここ、空き家じゃないから、前に帰ってきて、これ飲み物やっていくから。空き家じゃないからね。空き家じゃない証拠に、前に帰って。空き家になっちゃうとさ、今厳しいからさ、ね、防犯対策、市町村の方でもね。空き家だったら結構厳しくなるんで、でもこうやって前に飲み物していくからね、空き家になんねえと思うんだ。空き家になっちゃったら大変だもんな。はい、気にしないといい。この家、お母さんのお父さん変なのずっと住んでるもんね。でこの家の中で僕の居場所なくなっちゃうから、ね、手放しようがないんですよ。ああ、やっと死んだんだ、辛い親が。ちょっと幸せだよ、ね。散々親には苦しめられてきたとかあったからな。ああ、酔っ払って大暴れしたこともあったもんな。俺は思ったら。そうだな。ああ、弱いだったからな。で、うちの周り全員もう世代交代で、老夫婦ばっかだよ。まあ当たり前かもしれないけどね。このうちの周りもそうだ。ほんと、僕とほんと昭和41、8年生まれいっぱいいるんだよ、子供が。うん。だから、当然その親はもう老夫婦だからさ、高齢化を実感するよ、この辺いると。みんな老人ばっかだもんね。そうだもんな。高齢化しちゃうとどうなるの？怖くなるんだ、その、うん。野村グランドなくなっちゃったしね、今、バーナー。野村グランド、あれ、もともと野村証券持ってたんだけど、数年前に、野村証券は、ね、IBM、日本 IBM 変わって、で、ちょっと今年か、去年あたりに日本 IBM から、どっかお父さん上社に移って、今、今年の3月1日終わっても、さらきする工事やってんだ、野村グランド。あれ、感慨深いね、野村グランドの。さらき工事のし、酔いすぐ近くだから、通るために見るけど。あの野村グランドがさ、はって。あそこ、僕ほんと幼い頃からあったから、あそこ。野村グランド。もう今、野村商業じゃなくて、どっかで不動産会社所有で、宅地化するみたいに今取り壊してんだ。いろんなこと思い出す、この野村グランド。僕は小学校、中学校の頃なんかさ、プロ野球の試合もあって、公式戦も2軍だけどね、確か。あったからね、プロ野球の2、3年に1回ぐらい。ロッテとか、俺も知ってたんだよな。ロッテの愛好なんか現役の頃、ちょうど。もう小学校の頃、あの頃ね。あの頃2、3年に1回ぐらい、プロ野球の2軍の公式戦なんか、野村グラウンドの野球でやってたからね。
感慨深いような、ああいう思い出だったな。もうないもん、全部。もう。ちょうどそこは小学生ぐらいだよね、ロッテのアイコンが大変行きの頃。あの頃はね、ちょうどあそこの裏グラウンドの野球場のことで来てて、ね、公式戦をやってたんだ。なのでね、うん、あの頃すごかった。普通では野村グラウンドってガラガラだったけど、一応プロだから、ミークンツーにプロだったからね、随分し、車の出会いがすごかったから、あの人もね。その野村グラウンドはもうないんだもんね。野村グラウンド。どこ不動産会社が手に入れてるなって。取り壊してる。いっぱい木が終わってっからさ、ね、木を伐採したり。でも、今、宅地化難しいだろうね、もう。少子化なんだもんな。少子化なんだからね。住宅そう。だからね。多分悩んでるのかもしれないね。使い道ね。わかんない、あの人。なんだっけ。前泉さんなんか。そんな人だったらね、多分わかると思うんだ。もう野村じゃないけどね。もともと野村証券だったら野村ブランドって。野村証券って言ったのは山行きが破綻した頃だからね、もう10年以上経つけどね。もう20年近いかもしれないもん。野村から変わって。ちょうど野村証券がさ、ね、一番いい頃ね、あれバブルですね。日本で一番ボーナスが出る会社とかで言われたもんね、あの野村証券。その頃なんか、あそこ持ってたわけね。野村ぐらい。お中学ぐらいだ。20年以上前だ。20年かそこの前だ。あの頃だ。あの頃のその野村証券っていうのは、バブル真っ盛りだったから、日本で一番ボーナスが出る会社で結構やれてたんだけど、22、3年かもしれないんだ。もう46だから。あの頃。でも、もうその後、バブルも崩壊して、縮小しちゃったんでね、手放したくなったね。ああ、やる気が寂しくなるね。まあ、しょうがないね。でも、あげればね。今日はこの辺で、また明日ね。また明日、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうね。前泉さん、どうもね。やっぱ日曜ならいいね。ちょっとね、この時間だ、サンタナードこの時間だもん。おやすみなさい。また明日は仕事から帰宅したいな。今日も早くはないと思いますので。今夜もね、前泉もね、おまたのこと考えながら寝るのかな。うん。白瀬すずちゃんのおまた。はい、なるのか。おやすみね。ではまた、じゃあ終わります。じゃあ最後に一曲歌って終わろうか。最後に、じゃあこの、これで終わる。今夜はこの歌で終わろうかな。最後に。今夜はこの歌で終わります。誕生日には真っ白な色の。
あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの。そこから見える私の素顔は誇れるものですか。あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで認めてくれる言葉もないまま会えなくなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔願ってる人、いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、これ最後はね、福山さんの誕生日には真っ白い百合をでした。この歌詞にあるように僕は一回もね、もう本当親死んじゃったからね、まあしょうがないやな。うん、まあしょうがない、いつか生きてればいつか死ぬんだからね。なおさらこの歌詞が身にしみるよ、本当ね。しょうがない、一回も親と腹割ったことなかったからな。腹は話し合って本当に一回もなかったから、僕はね。一個もなかった。ね。だから、岡山のお坊ちゃんがさ、親にグッズか言ってんの聞くとさ、すごいなと思う、僕は。一回もなかったから、僕。岡山のお坊ちゃんってすごいなと思うよ、僕。親に本当に一回もないよ、僕。自分の気持ちを吐露したことなんか。一度もねえから、もう。親に言ってもしょうがねえと思った人間だったから僕はそういう人間だったんで、でも岡山のお坊ちゃんがすごいと思ったんだよ、あれ。そんなこと親に言うのかよって。朝早くないです、やっぱり。だって町田から野球ダメでも普通に乗って1時間ぐらいから早くなるのやつって移動があるからね。それなりまあ早い、9時ぐらいでも早いと思う。仕事の時は9時ぐらいでも早いと思う。早い時は9時ぐらいねって言っても、分かった？はい。平日の場合は仕事の時は9時ぐらいでも早いからな。二重生活なんで。しょうがないね。荒川区にも部屋あるからさ。うん、でこっちの部屋も僕の、ここは僕の名義の、荒川区は僕が借りてる部屋で、住民票が荒川区で、こっちは、あれ、僕の自分名義の家だからね。一応ダブルスタンドな、ダブルスタンダードとか形だからさ、うん。住民税だから荒川区だけどさ、こっちでは僕、あれ固定資産税なんか僕払ってからね、ちゃんとこっちで。ダブルスタンダードの。なんか NHK 受信料も両方一人なんだけどさ、同じ人間だけど、こっちでも払ってるし、町田でも払ってんで。NHK 受信料。しょうがないね。だから、ちょっと払ってなってくるとな、ちょっとね、
尺下がってしょうがないと思うよ。もう一人なんだけどさ、2箇所分払ってからね。まあしょうがない。情報でも生活感あるからさ。そうよ。荒川区でも払ってるし、荒川区の住所地ね、でも、NHK と、あれ、やってからさ。で、こっちでもさ。まあ、そんな大して額じゃないから払うけど。NHK って僕にとって大事なメディアなんでね。クソみたいな民放と比べると、クソみたいな少女放送と比べたらね、NHK って僕にはなしちゃ困るんでね。少女放送なんかね、あんなもん。所詮少女放送だからさ。NHK にはかなわないからさ。ね、NHK の重要性はそういう意味で僕はわかるから。受信料払う。テレビは本当に見ないとしてもね、そうだよ。そういう思いで払ってます。民間放送、少女放送はクソみたいなもんなんで。その、これ考えたら NHK がなくなったら困っちゃうんで、少しでも維持できればなと思って、僕一人だけど、焼き代と町屋で払ってます、受信料。何、日本酒を飲んだし、まあ、その分まだあるし、じゃあ今日はこの辺で、おやすみなさい。またね、今日はこの辺で終わるね、おやすみなさい。またね。また明日終わります。ありがとうね、まゆずみさん、ありがとう。中村さんもどうもね、終わります。